今から約330年ぐらい前に、この笹穂町の勝山というところと、クリスの間に、手漕ぎで動かす船を使って、私を作っておりました。ここは明治21年にですね、向こう岸にルート21号が開通しまして、勝山港からの船も需要が減ってきた。利用する人が減ってきたというですね、明治の35年ですけども、勝山港を辞めるという話を聞き出したクリスが、権利を譲ってもらおうということで、現在のクリスの私の後と言ってる場所に、岡田式渡船法、この方式でもって渡船業務を開始したわけです。